はい、どうも、ユニーチューブです。今日はね、待ちに待ったボックス紹介の方をね、はい、サムネにある通りしていこうと思うんですけども、まあ、俺が白レベ29です。まあ、最高強気が974だ、そう。ちょ、今はね、諸事情で600グラム下がっちゃってるんですけど、これからあげます、はい。まあ、ボックス紹介つっても、まあ、見せるものなんかあるかなって感じなんだけど、まずこういう感じで、でちなみに補欠枠俺1個買って、つい最近ね。で、スケルトンをとりあえず補欠に入れたんだけど、まあ俺が次974行った頃にはいた。こいつは。でもレベルはこんな感じ。まあ見てっか。まあ剣士。まあ、こんな感じ。さ、まあ28フルってやつかな。攻撃アップつければ29フルになる。スライムは、26かなこいつは。20、レベル27だけど、26フル、ん ?27 フルかなわかんない。まあ、めちゃくちゃ後回し。こいつ壁だからマジでもめちゃくちゃ後回しにしてる。育てるのは。で、スケルトンは、正真正銘27フルですね、ほんとに。なんかね、あんまり刺さんなくてね、ちゃんと安定感もないんで、こいつは補欠にしますって感じでした。はい。で、人影。まあ、こいつ結構優先的に育ててて、ボディさえ作っちゃえば29フルになります。なんで今28フルかな、こんな感じで。次、勝ち込み。こいつは29フルも。レベル30だけど29フルにしたもん。これさえ作っちゃえば30フルになります。俺のバーサーカーは。はい。一番愛用してるかな。一番愛用っていうか、足キャラ、唯一の足キャラだから。ディフリート。こいつは次期補欠枠かなっていうふうに思いますね。でこいつは27フルなのかな、一応。28かなわかんない。2個作ってないってことは何なんだね。27フルの、放火魔さんですね。まあ、こいつも、俺の数少ない耐久を持ってるんで。いや、まあ別に取っといてもいいかなっていう感じです。で、次、マミ。マミは喝采。ゴミです。補欠です。まだ、はい。まあ、なんだけど、マミもね、足、取りで取れて、まあ、足キャラだし、強いし、厄介ってことで、まあ、これから育てるかな。今のキャラが全部30フルになったら、まあ、こいつを育てようかなって思ってます。あんま見えない。大好き、キャット氏。こいつは27フルだね、今のところ。まあ、スキルだけ10。キャット氏いないとね、辛いよ、相手のキャラが。だって、ディケイドとかさ、どう止めるのって話よ。相手のレムとか、カネヒ君とか。金バッジのヘッジロックとかさ、そういう系のアシュラとかさ、ラビットとかキバヘとか、全部こいつでなんとかなってるから、こいつがいなくなったら俺はもう何もできません。リンゴブナ？リス、最強。今のところ史上最強キャラだね。28フルで、でスキルだけ11。こいつだけね、ぶっ壊れてる。マジ俺のボックスの中で。一瞬強い、マジで。本当に。まあそうだね、お前も一生使っていくことになるかなっていう感じですね。水習って。あ、そう。で、ワーウルフ。こいつはちょっと最近育て始めてる。27フルですね、まだ。遠吠えだけレベル10かな。まあ、俺は数少ない撃キャラだね。まあこいつね、2体出さないと火力出ないから、まあ、2体ずつ出すんだけど、まあそれでも結構まあ6体出せって3回処理できるし、まあ残ったウルフでまたなんか細かいの処理できて、処理してもらえるんで、まあ結構便利です。やっせえ。レゴースト、お前も最強。うん、こいつはスキルは10で、あとは27フルって感じかな。27フル多いね、レベル30のくせに。でこいつ今消えてくれるんで、多分消えてくれたらもうラッキー、もう以上って感じ。よし、消えた、仕事終わりっていう感じなんで。でメタ、俺の数少ない耐久のうちの1匹。お前もね、引かなきゃダメなんだよね。まず俺のキャラってね、一方的に何その、正面から投げ合ったら全員負けちゃうんだよ。レベルも低いし、育成もダメだから。まあ、だから、ケットシーとか、まあ、ゴーストとかメタとか、一方的に投げれるキャラを持っとかないと、まあ、無理なんだよねっていう話なんだよね。まあ、こいつもスキル10で、あと全部何もしてませんと。はい。こっからじゃあ行きますか。ニョニョニョ。パピオン、ゴミです。何もしてません。はい。何もしてません、パピオン。ただ、ま、これから使うことは何かなって思って、ビキリア装備は振っといたね。サイクロ、カス。ヴィーナス。ヴィーナスもね、ちょっとね、最近ちょっと使ってみてえなって欲が出てきて、まあ、でも、フォアガでよくねってなって、何もしてません。はい。リリス、
かす。ですです。こいつもね、何もただの白いベアゲオイでした。はい。ゴーレム、かす。こいつも白いベアゲのために20にしました。いヒュドラ、最強。お前がいなきゃ何もできない。ヒュドラはね、一応29フルだね。これさえ完成させちゃえば、30フルになります。ヒュドラもね、マジでお前がいなかったら負けてた試合無限にあるからね。負けてたじゃない。お前がいなかったら勝てた試合がね、勝てなくなっちゃうから。もうこいつの首バンパンにどんだけ助けられたかって話よ、ほんとに。っていう感じで。で、フォアが。こいつは正真正銘30フルです。はい。唯一の30フルだね、俺の。いやーまあ、最強だよね。だってどうあがいても強えもん、こいつ。最強です。はい。ほわほわ。で、これがはスキルだけ9だけど、30フルだね、一応。これがね、なんか、無難に強いんだけど、俺はちょっとかなって感じ。微妙だなって思いますね、なんか。俺の戦い方に合ってないっていうか。なんか、守るの俺あんま好きじゃないんだよね。下手くそだからさ。いや、だったら、ヒュドラの首もあるしっていう、ヒュドラの方がいいなっていうふうに思うんで。いやー、まあね、俺はちょっとあんまり戦い方的には、もうこれがそんなにかなって思ってるんで、こいつは一応まあ育ててはいるけど、使わないかなっていう感じですね。はい。ヒュドラ、カス。ね、イモリ、カス。ヨモリ、カス。鉄くず、ゴミ。キモリ、カス。はい、って感じで。もうこんな感じかな、一応。まああと他に見せるものなんだろうね。孵化してない卵こんな感じ。アシュラ、サイン、カネキ、ワルキリ、キャラビコン、カングルー。で、今、孵化したのがレイドラさんですね。はい、早く使いたいです。レイドラ。邪魔。で、バッチはこんな感じかな。もう。で、持ってるキャラ、まあそうだね、銀がスライムと、まあちびめだ？グリドラマミー。グリドラマミーは使ってないから意味ないんだけど、で、これがもう一応銀、使ってないっす。なんで、まあメタと、スライムが銀で、あと全部、まあ、青いやつ。で、トロフィー。剣士だけ D0、D1、D1、D2 にとって、あと全部、D3 です。以上でーす。こんな感じじゃない？一応。で、まあ、今のところ補欠が、マミーとスケルトンなんだけど、俺が294行った時には、一応マミーは補欠じゃなかった。で、これから、また補欠にして、レイドラを新しく迎え入れようっていう感じですね。はい。でもこんなもんじゃないかな、一応。ボックス紹介ってこういうもんでしょ？まあ、っていう感じで。ですかね。そこもタレブ？俺はね、ここにプラスレイドラでね、強火戦いきます。というわけで。まあ、久しぶりのボックス紹介でした。まあ、参考になった方は、まあ、あまりいないと思うんですけど、これがミニ YouTube 自慢のボックスです。というわけで。次回の動画でお会いしましょう。さようなら。